東京カメラ夜桜スナップに来てみました。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。久しぶりにぼんぼりが出ていまして、とっても綺麗な感じになっています。あ、目黒川です。加藤さんが映らないやん。あ、船来たの。うん、お子さんが手振ってくれました。水面も綺麗ですね、反射してね、ここのぼんぼりが。もう桜じゃなくてぼんぼり見ちゃう。ぼんぼりがあるとたくさん取れますね。ようやくこちら側もこの辺りからぼんぼりに火が灯っています。いや、綺麗だね。雨上がりの目黒川なんですが、中目黒あたりまでお散歩してみようかなと思ったんですけれども、このペースだと全然たどり着きませんね。なんか綺麗だね。はいはい、今日は日曜日です。先ほどまでですね、結構強い雨が降っていたので、もうお客さんいないのかなと思ったんですが、意外といそうなんですよね。どうでしょうね。大盛況で、ね、大盛況なのかね。逆に今日諦めてた人たちがやっぱり行って、やっぱり行こうかってことで、そう、時間が集中しちゃって夕方でみんな繰り出しちゃったんですか ね。あ、橋本気をつけてね、ここ滑るから、ね、
も大丈夫？はい、あんまり映ってませんが、加藤さんここにいます。かろうじてなんかオレンジ色の前歯が映りましたね。はい、よし、ありがとうございます。ぼんぼりいないとちょっと寂しいね。そうだね、ぼんぼりエリアがいいね。うん、はい、この辺り木の幹とかですね、この電気の下に手すりに柵に、ね、なんかもういろんなところに花びらが貼り付き始めていて、これはこれでなんかちょっと可愛いね。可愛いね。ドット柄になってます、これいいですね、この景色ね。ね、映るかな。ああ、ちょっと光が足りない。あ、ちょっと肉眼でかろうじて。ちょっと難しいですね。難しそうですね。うん、水面に桜がですねライトに照らされたのが映ってるはずなんですが、ちょっと光弱いかな。なんか桜の方にストロボの光当てたい感じですね、パーンと。いや難しいけど、とりあえず撮ってみました。あとは焼きで見事な焼きを見せてください。見事なんだけど、こうしてじゃないよ。いや、桜がびっちり一面の、これは綺麗ですね、ベンチも ね。雨に濡れてるから余計しっとりしていい感じですよね。ね、綺麗だね。花びらお疲れ様でした。人切れましたね。あと10秒ぐらいです。とりあえずたくさんシャッターを切りました。止まったかな。
まあ、夏になっちゃったり、ああ咲きましたね、咲きましたね。え、何頭つけてるんだろう。すごいね。あ、綺麗だね。ありがとうございます。5頭もつけてくれてる。色がぐっと変えた時にしてみようかな。ちょっとブルーと紫、ピンクぐらいになる。すごいね。あ、これはまた綺麗だね。中目黒が近づいてくるとですね、個人のお宅がですねライトを当ててくれてたりとか、会社がやってくれてたりとか、いろいろあるんですね。いや綺麗だ。ライト当て方上手ですね。ね、広がりがあって、ああ、ちょっと拝んできますね。ああ、桜の方じゃなくて当ててくださってる方の方ね。そうそう、先のお宅もそうだしね。確かに確かに。ああ、これはすごい包まれて、ああ、来てよかった。いろいろ取れちゃう。ありがとうございます。中目の駅に近づいてきたんですが、ライトアップはですね夜の9時までということになっておりまして、すごく3時間の余裕を持って家を出てきたはずなのですが、もう残り1時間を切っているというところまで来てしまいました。途中いっぱい取っちゃったからね。
速やかに行きましょう。あ、速やかじゃない、ゆっくりに行かないとダメでした。あれ、ぼんぼりついてないね。ああ、本当ですね、ぼんぼりついてませんね。あのライトアップしてるってことだったんですが、この駅前のこの辺りはですね、全然ライトアップしてませんね。むしろぼんぼりまで消えちゃってる感じですね。え、9時までじゃないんですか、ライトアップ。9時までって聞いてますけど、今日ちょっともう1時間早く、あの普通に暗いです。これいつもの中目黒ですからね。いつも人が多めの中目黒。そうだね。あれ、いや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 。はい、ライトアップされた目黒川の風景をご覧ください。こちらです。あの、また心の目で見るタイプのやつですか。そうだね、綺麗だね。これは見事だ。帰ろっかね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の東京カメラはここまで。はい、いや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 。